ネッドハンロンは、アメリカ合衆国コネチカット州、モントビル出身のプロ野球選手、プロ野球監督。右投げ左打ち。1880年に、クリーブランドブルースと契約しデビューする。1年目は73試合に出場し打率。246だったが、外野での35ものエラーをしたのが響いたか、翌年でトロイトウルバリンズと契約をやり直す。 デトロイト在籍時の打撃成績は最高でも、3 0にまた守備では、視察数が多いものの失策も多い選手だった。1889年に、ピッツバーグに移籍して、監督兼任選手を3年務め、1892年には、ボルチモアオリオールズに所属。1年だけ現役選手として出場し、翌1893年からは、 監督に専念するようになった。移籍してきた1892年のオリオールズの勝率は4割に満たなかったが、反論はトレードなどで徐々に実力派選手をオリオールズに集めていく。1893年にはヒューイー・ジェニングスを獲得。1894年にはダンブローザーズ、ウィリー・キーラーのほか投手では300勝投手だったジョン・クラークソンらを 獲得し、前年8位だったチームをリーグ制覇に導く。弱かったオリオールズはこの年からナショナルリーグを3連覇した。また反論は、1891年にすでに入団していたジョン・マグローと共にヒットエンドランなどの戦術を考案、完成させた。指揮をとっていた1894年から1898年のオリオールズは、 毎年6割以上の勝率を誇っていた。1899年に、ボルチモア時代の支配下選手を何人か連れて、ブルックリンに移籍、ここでもリーグを2連覇する。それ以降は、トレード等による選手たちの分散などで、チームの勝率は徐々に低迷。1905年には104敗を喫し、ブルックリンの監督を退いた。 1907年のレッズの監督就任を最後に引退1937年にボルチモアで死去した。ハンロンの指揮下からは、ジェニングスやマグロー、ウィルバート・ロビンソンなど、後に何度もリーグ制覇を成し遂げる監督となった、選手が何人も輩出されている。PL プレイヤーズリーグ。ありがとうございます。